ラソン特別市は朝鮮民主主義人民、共和国北東部に位置する特別市。韓国では、ナソンと発音する。ラソンはかつてらツ先方と併称されていた二つの地域からなる。海外司法に開かれた特区、ラソン経済貿易地帯を要する。ラソン特別市の町並み日本海に面する港湾都市。地域の東北では、トマン港が、 日本海に注ぐトマン港でルタ地帯となっている。トマン港の対岸は中華、人民共和国吉林省延辺町専属自治州、東端のコンハル市、ロシア連邦沿海地方の破産である。脱港は昔から天然の良港であり、毎年夏には多数の中国人が観光に訪れる。二十道、十二里を管轄する。有機地区には新石器時代の貝塚があり、 日本統治時代に調査が行われている。古代には、高栗、木海国の地であった。女神族との構想の末、十五世紀前半に朝鮮王朝の支配下に入った。日本統治時代、ラツと勇気という二つの町があり、もともと環境北道喜び言群に属していた。これらの町は、日本からの船も入り工業都市ともなっていた清津市の近くにあたり、ラツは、 漁村、勇気は国境を守る部隊の駐屯するそこそこの大きさの港町だった。1932年に満州国が建国されると、この地は日満間の連絡ルートとして脚光を浴びることとなる。当時、日満間のルートは以下の1、2が使われていたが、3が想定されるようになった。朝鮮海峡を渡り、富山から鉄路を経由する。 陸上ルート大連に入港して、南満州鉄道を使う大連ルート、朝鮮北部へ回路で渡りそこから、満州東部に鉄路で連絡する日本海ルート、環境北道北部は、東部満州には一番の近道であるほか、沿海州のソ連軍からの防衛など軍事作戦のために重要な地域であるとみなされ、開発が進められた。特に満州に最も近く良好であるツには、 海陸を連絡する大規模港湾、脱港が新たに建設された。朝鮮総督府鉄道路線の満鉄への委託や、私鉄の買収により、満州へ連絡する建設中の鉄道と既存の鉄道が結びつけられた。境港、鶴が新潟などから気をつらつ勇気の定期船が運航され、ここから多くの日本人が満州東部へ渡った。 1945年8月8日、ソ連軍の対日参戦とともに、ラツ、ユウキは空襲を受け、12日にソ連軍が最初に上陸した。北朝鮮の政治ではソ連軍ではなく、8月12日に、近日政率いる朝鮮人民革命軍が、ラツやユウキなどに上陸したことになっている。朝鮮民主主義人民共和国の成立後、 北辺に位置するこの地域はソ連や中国との貿易でややにぎわう程度だった。1980年代初めに朝鮮人民革命軍の最初の上陸地であることを記念して勇気は先方と改名された。1980年代今つから市場経済化の進むロシア極東同じく市場経済化が進むが港湾のない中国東北部、そして 北朝鮮の参加国が接する場所として注目を集め、この参加国が共有するトマン光デルタとその周辺を北東アジアの玄関となる国際貿易地帯にする計画が浮上した。1990年代初め、中国の提案を受け、国連開発計画の主導で進められるトマン光地域開発計画の一環として、夏、先方経済貿易地帯が発足して、 脱戦法直轄市が環境北道から独立し、政治的、思想的に問題のないエリート階層がこの地に転入して、例外的に市場経済化の実験が行われていた。2000年8月に脱戦法の地名がラソンに解消され、現在に至る。経済特区という特殊な地域であるため、行政的な位置づけの変化が激しい。2005年1月、再び、 環境北道に編入され、特急市となったと報道されたが、2006年9月には、中央政府の直轄市として統治されていると、韓国側では観測している。2010年1月4日の最高人民会議、常任委員会の政令により特別市に位置づけられた。2011年、中国軍がラソンに侵駐していることが報道されたが、3日後に公式に否定された。 この節の出展らつぐん1990年7月に中国長春市で開かれた国際会議での吉林省副秘書長、帝氏、秋田の提案を受け、1991年10月24日、国連開発計画は、この地域の開発に300億ドルを投資し、20年間にわたってこの河川の下流に、第二の香港、シンガポール、ロッテルダムを建設するという都間港地域、 開発計画を発表し、この地域ににわかに注目が集まった。1991年10月5日に、金日成は、生涯最後の外遊で中国を訪れた際に、鄧小平から経済特区による改革開放を迫られ、1991年12月28日に北朝鮮政務員の決定により、621平方キロメートルの脱、 先方自由経済貿易地帯が設定される。1993年3月には、ラツ先方自由経済貿易区開発計画によって地域が拡張される。1998年には、地帯の名称が、ラツ先方経済貿易地帯となる。計画は1993年から94年の北朝鮮核問題や96年の基金など、 不安定な政治要因により曲折を経ているが、中国資本の投資活動や韓国とのコンテナ輸送などで一定の成果を見せている。現在は中華人民共和国へ60年間にわたる咀嚼権が付与されているとの情報もある。中華人民共和国が脱港の使用権を北朝鮮より獲得している。中国は国際貿易港としての利用できるよう、 物流ターミナル開発を進めていた。また2010年の報道では、北朝鮮はロシアにも50年の使用権を付与したと、される。2010年12月、中国によるツコ港の利用が開始された。吉林省延辺朝鮮俗自地州今春市で採掘した石炭を、ツコ港から日本海を経由して、上海への輸送が初めてのものとなった。以前は陸路を経て、 渤海沿岸に出てから航海を減るルートしかなく、高い輸送コストがネックとなっていた。2011年、中国軍が進駐したとの報道が一部でなされた。2012年8月、中国企業のコンソーシアムが、ラツ港の第1埠頭から第3埠頭まですべて、開発して50年間咀嚼して新たに、第4、第5、第6埠頭の3機を建設するというラソン。 経済貿易地帯の事実上の接収を北朝鮮と合意し、中国商務部部長の陳徳明と朝鮮労働党行政部長の朝政卓がこの計画を担当した。二千十三年十二月十二日、北朝鮮の金正恩政権は朝政卓を死刑に処した。朝鮮中央通信によると、朝鮮民主主義人民共和国国家安全保衛部の特別軍事裁判では、 朝の在場の一つとして、ラソン経済貿易地帯の土地を50年の期限で外国に売ってしまう売国行為を挙げ、ラソン特別市の咀嚼は朝の意向であり、なおかつ売国であるとの認識を示した。2016年、北朝鮮の核実験に対する国連、制裁決議により貿易に大きな制限がかかるようになったが、2017年5月8日より、 ラソンとロシアのウラジオストク間に、火脚船、マンョンボン号による定期航路が開設されることとなった。しかし、ロシア側は延期し、その6日後の5月17日午後に第一便が、ラツ港から出発し、18日早朝にウラジオストク港に到着した。ロシア側の説明によれば第一便の乗客に、北朝鮮人はおらず、ほとんどは中国人であるという。 2017年8月には国連安保理の経済制裁の影響による港湾使用料未払いからロシア当局から入港拒否を通告されて運航を停止していたが同年10月に再開したことと自国内で北朝鮮への制裁を強める中国の密輸の中継に利用されていたことがわかっている2018年2月3日に再びロシア当局に制裁違反により入港を拒否されて 食料と燃料の枯渇から救難要請し、領海からの退去も求められて10日には北朝鮮へ引き返し始めた。ビワシマラツから北東方 14km の地点にあるエンペラーホテルラツホテル。ありがとうございます。